泉市は大阪府の仙北地域に位置するし、面積は8 4 9キロ平方メートル、人口は約18万6千人。オイルショック後から大阪都心のベッドタウンとして開発が進み、かつては人口増加率で大阪府下1位を記録するなど、宅地造成が活発に行われていた。現在でも仙北地域の自治体では人口増加率が最も高い。 よって、市では、新しい道路や、施設の整備、企業誘致や、観光振興など、様々なサービス改善に力を入れている。2012年には、心取りこ泉をキャッチフレーズとして採択。都市環境と豊かな自然が調和した都会中のシティプロモーションを行っている。また2014年度には、東洋経済新報社都市成長力ランキングにて、 全国第4位となった。1985年撮影の泉市、中心部周辺の空中写真。画像左上部付近が泉府中地区。画像右下部一帯が造成工事以前のトリベール、泉付近。1985年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大阪の都心から約2 5トル関西国際空港からは約2 0トルの大阪府南西部に位置し、南北に細長い地域を形成している。市の総面積は大阪府下の市としては高槻市に次いで5番目に広い。地形は南東から北西方向に低くなり、南部には 泉山脈が連なり、中部と北部に丘陵が伸び、北西部に平地が広がっている。泉市では、長年にわたり、広報誌や公式サイトなどで市の面積を8 4 9 9トルと公表してきたが、国土地理院から市の最新の面積が公表され、2008年4月1日から、 それまでより0 0 1 k ル、少ない8 4 9 8 k ルとなった。ただし、行政協会の変更等ではなく、最新の測量技術による再測定により生じた結果だという。また、泉市は、先州の市では唯一、大阪湾に面していない内陸の市である。沿岸部に発達した都市が、山手の農村部を編入する傾向が強い。 先週地域の自治体においては異例とも言える。これは国府や白田藩の影響から山手としては比較的大きな集落が形成されていたことに一因があると考えられている。大ね国道26号より大阪湾側の地域は高石市、泉大津市、仙北郡忠岡町となっている。括弧内は 行政区を示す確認されている気象書などカテゴリーは、大阪府における保護上重要な野生生物による古くより、泉国の中心地であり、国府があったことから、近代に入り、泉町王と名付けられた。その後、市政を施行し、さらに周辺町村と合併して、現在に至っている。地域は、全域泉国泉郡に属し、国府の他に国分寺と、僧者もある。 江戸時代には白田藩の陣屋が置かれていた。なお、泉国の歴史は泉国を参照のこと。昭和平成令和役所出張所、サービスセンター警察消防国の機関府の機関紙の花である水仙をモチーフにしたもので、史象そのものは下記のホームページで見ることができる。史象の色は青色が基準だが、 印刷するものに合わせて緑色や黒色に処理されることがある。1957年に科と同時に決定された。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると0.6%増の186,109人であり、増減率は深43市町村中9位、72行政区域中21位。 平成27年4月時点の年齢別人口では、35から39歳の15,011人が最多で、段階世代の14,001人を上回っている。泉府中旧泉町の大半、北池田村の一部、北松尾村の一部、JR 阪和線及び、各道路で、泉大津市、仙北郡多田岡町、岸和田市とつながっている。 おおむね平坦であるが、東側は、篠田山丘陵の西斜面にかかっており、黒鳥山公園などがある。旧八坂町、篠田村、泉町の一部。JR 阪和線及び、各道路で、堺市西区、高石市泉大津市とつながっている。泉大津市にまたがって代表的な弥生遺跡の一つである、池上、曽根遺跡がある。篠田山丘陵上には、 弥生後期の高知性集落の一つである、宗家地遺跡や泉黄金塚古墳などがあり、同級領の西斜面には、白田陣や跡がある。トリベール泉のマンション群級北池田村の大半、南池田村、北松尾村の大半、南松尾村。戦北高速鉄道線及び、各道路で、堺市南区、岸和田市と繋がっている。牧尾川流域は、池田谷。 松尾川流域は松尾谷と呼ばれ、かつては二つの谷合いに集落、織物工場や田畑、みかん畑などが広がる静かな場所だったが、丘陵部における仙北ニュータウン、光明池地区とトリベール泉の開発で一変した。一帯は UR への委託により、積極的な宅地開発などが進められており、この地域の人口は年々増加傾向にある。 2014年にはコストコとララポートの出店、2017年には小中一貫教育を行う泉市立南松尾発賀の学園が新規開校し、その一帯の発賀の地域においても開発が加速。K404 区画に及ぶメグリエシティ K120 区画の発賀の未来区などがハウスメーカーにより分譲され、新しく 町開きがなされた。旧横山村、南横山村。各道路で、河内長野市、岸和田市、和歌山県伊都郡葛城町とつながっている。父木川と東牧尾川が、牧尾川に合流するあたりで消盆地を形成しており、横山屋と呼ばれる。みかん山が多く見られ、牧尾山瀬福寺など、歴史的な神社仏閣も多い。 国道170号と国道480号という二つの一般国道が通っている。国道480号線を桂木町方面へ進むと途中で府県境である鍋谷に峠にたどり着く。ここで三国山へ通じる林道が分岐している。三国山の山頂付近には国土交通省大阪航空局三国山航空路監視レーダーがある。 テクノステージ泉進出企業紙は1995年の戦北高速鉄道泉中央駅開業を機に岸和大泉インターチェンジの近くに工業団地テクノステージ泉を設置した。設置当初こそ参入する企業は少なかったものの年々各企業の進出が目覚ましくテクノステージ泉に関しては100を超える企業、工場が集積している。また、 近年では、泉市内の企業への就職を希望する人々を応援するため、テクノステージ、泉やトリベール、泉西部ブロックで事業を営む企業と協力し、市主催の合同就職面接会を開催するなど、市を挙げて雇用の活性化に力を入れている。特産市内には、泉市近郊のスーパーへも直接出荷している農家も、ある。ララポート泉と、 コストコ泉倉庫店2014年、コストコとララポートがオープンした。また市では、災害有事の支援協定をコストコ、ララポートともに締結している。協定ではコストコには、食料品や生活必需品などの供給協力、ララポートには、水や一時避難所、物資の一時保管所としての提供協力が明記されている。 泉市内の郵便番号は、594から00、XX、594から11、XX となっている。池上、曽根遺跡巻を三世福寺泉団辞理大連合の、陽水泉シティプラザ、泉市立病院泉市立保健センター、救急指定病院市内の救急指定病院は、計4カ所ある。市立、 不立の医療機関2017年、泉市発、府内では2番目となる、施設一体型の小中一貫教育を行う、義務教育学校、泉市立南松尾発が、野学園が新しく開校した。通学区域は、宅地造成が進み課題規模となっていた発が、の地域の一部と、新規開校に伴い統合され並行する南松尾、中学校、南松尾小学校の校区。 また同年より、市内全校区において、小中一貫教育が実施されている。市内の小中学校全校において、自故調理による完全給食を実現している。公立の高等学校は3校。私立校は存在しない。市内には9の公立校がある。私立中学校は存在しない。市内には20の公立校がある。 幼稚園公立幼稚園私立幼稚園保育園、公立保育園私立保育園認定子ども園養補、連携型幼稚園型小規模、保育事業職業能力開発構想の他中心となる、駅、JR 泉府中駅、仙北、高速鉄道泉中央駅西日本旅客鉄道、仙北高速鉄道公明池駅の所在地は、堺市であるが、泉市との市堺に近く、 泉市民の利用も多い。泉市には高速道路を含め複数の幹線道路があり、市外への車でのアクセスは充実している。高速道路一般国道大阪府道主要指導、ありがとうございます。